式雅治氏のあるツイートが話題みたいだね。どんな内容のツイートかというと、日韓関係修復に必要なこと一覧。一式雅治氏の独自目線で日韓関係が修復するために解決すべき問題を一覧にした内容なんだけど、それが的確すぎて話題みたい。では、その一式雅治氏のツイートを見てみるね。日韓関係が修復されるには、日本から韓国への水産物禁輸解除、いわゆる慰安婦像撤去、日韓基本条約等遵守、夏季完成レーダー照射、天皇侮辱発言、軍艦機侮辱に対しての謝罪、いわゆる慰安婦合意遵守、竹島返還交渉の開始、李承晩ラインに関する犠牲者への謝罪と賠償、窃盗品返還、近隣諸国条項撤廃が必要。まさしく土星論項目。水産物差別、慰安婦訴の世界拡散、一方的な条約破り、夏季完成レーダー事件、天皇侮辱事件、軍艦機侮辱、竹島不法占拠、仏像盗難などなど、このすべての問題が解決しない限り、日韓関係の修復は不可能ってこと。でも、こうやって韓国問題を一覧で見てみると、韓国のやってることがいかに卑劣で、日本人を侮辱してるのかが一目瞭然だよね。ちなみに昨日ネットで知ったんだけど、二日市保養所の問題もひどかったよ。知らない人は、二日市保養所で検索してみて。ごめん、話が逸れたから元に戻すね。今回一色氏が挙げた項目が全て解決したとき、日韓友好の時代が訪れるのかもね。個人的にはもう訪れなくていいけど。しかし今回の一連の韓国問題で民族ってこうも違うんだなと考えさせられたよ。同じ人間なのにこんなにも考え方が違うとは思わなかった。やっぱり教育や育つ環境、風習で大きく変わるもんなんだなと。正直韓国問題では多くのことを学ばせてもらったよ。日韓関係はちょうどらぬま状態だから、これから先修復は不可能としか思えない。しかも韓国は現在進行形でさらに問題を増やしているからね。話にならない。そもそも日本人も韓国人もお互いが一歩も引かない状態だから問題が解決するわけないんだよね。まあ日本が引く必要は全くないんだけどね。これからの未来、日韓関係がもしも修復したとき、日本国民は韓国と仲良くできるのかな。正直できないと思う。日本国民が一連の韓国問題で韓国に対し生まれた怒りの感情はそう簡単には払拭できないと思う。それもこれも全てはムンジェインが行った失政の原因なんだけどね。普段は温厚な日本人をここまで怒らせてしまった韓国の罪は重いと思う。もう日韓関係はお先真っ暗、修復不可能。それが日韓の未来だと思う。